ソンマカンパーニャは、イタリア共和国ベネト州ベローナ県にある、人口約1万5000人の基礎自治体、ベローナの南西近郊に位置する。地域南西部のクストーツァでは、19世紀のイタリア独立戦争の過程で、前後2度にわたるクストーツァの戦いが行われた。ベローナ県西部のコムーネ。ソンマカンパーニャの町は、 ケントベローナの西南西約1 2トル、マントバの北約2 8トル、ブレシアの東南東約5 2トル、州都ベネツヤアの西約1 1 5トルに位置する。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り、19世紀のイタリア統一の過程で、クストーツァは2回にわたって戦場となっている。第一次イタリア独立戦争中の1848年7月、 国王カルロ・アルベルト率いるサルデーニャ王国軍は、ヨーゼフ・ラデツキー将軍率いるオーストリア軍に敗北している。第三次イタリア独立戦争中の1866年6月、ラ・マルモラ将軍率いるイタリア王国軍は、オーストリア軍に敗北を喫している。この時、ジュゼッペ・ガリバルディは、アルプス両兵隊を率いて、トレンティーノ地方に攻め入り、別ッ家の戦いに勝利して、 トレントを目前にしていたが、クストーツァの敗北を受けたイタリア王国軍から交代を命じられて、アブディスコと一言だけの伝報を返している。コムーネはワインの街の一つになっている。サッカークラブチームである AC ソンマがある。2012から2013シーズンはセリエ D に属している。ありがとうございます。